厚木市教育委員会にはデジタル教科書用サーバーやホームページサーバー、メールサーバー、外部公開用ウイルス対策、ネットワーク監視、ドメイン統合している学校のユーザー情報、アクセス制御などさまざまなサーバーが存在いたします。加えて36校それぞれにファイルサーバーがあることは折に触れて申し上げているとおりであります。厚木市教育委員会独自に導入したホームページ作成システムもあります。6月定例会においてサーバー見直しワーキングチームの設置を提案いたしました。その後の、進捗状況、課題は見えてきましたでしょうか。見解をお尋ねいたします。学校教育部長。6月の議会におきまして、議員の方から貴重なご提案をいただきました。その6月中旬以降にですね、厚木市学校情報化に関するサーバー等再検討会議を設置いたしまして、現在も協議を進めているところでございます。検討会議における話し合いにつきましては、来年度はサーバーも含めた学校の回線インフラの現状について整理を行いまして、予算化をしていくことといたしました。また会議の中で、課題もいくつか抽出をいたしました。まず一つ目といたしましては、安定的な運用、故障時の早期復旧等適切な維持管理をしていく中で、業者から提出される保守等に関する見積書やその内容に対する細かな分析を行い、経費の圧縮、費用の妥当性についての検証をすること。二つ目といたしまして、機器等の構成、性能等を含めた内容ですけれども、これについて他の同様な業務等と比較をしていくこと。三つ目といたしまして、さまざまに設置しているサーバーの集約を含めた新たなシステムの構成について、進化している情報機器について情報収集に努めていくとともにですね、今後の運用について費用対効果の視点から検討していくことなどが課題として挙げられております。以上でございます。高田議員。それでは厚木市教育委員会サーバーの見直し方針を表明する時期はいつ頃となる見込みでしょうか。学校教育部長。先ほど申し上げましたサーバー等の再検討会議、この進捗状況につきましては、まず中間の取りまとめにつきまして、今年度中に、教育委員会に、取りまとめ、中間の取りまとめを報告したいと思っております。また最終的な取りまとめ報告を来年の6月ごろまでに行って、いずれも定例会、教育委員会定例会に報告をさせていただきたいというふうに考えております。以上でございます。高田議員。はい、大変お疲れ様であります。次に PC 教室の利用についてなんですけど、この件は6月議会で、申し上げましたが、私が知っている子どもから何人かからですね、突然 PC 教室に先生が行き始めたということを何人かの子どもが言ってまして、その子どもが私が議会でパソコンの、PC 教室について質問してるなんて知るわけありませんので、だいぶ、特定のなんていうか学年の話かもしれませんけど、そういった事例が私に直接耳に入ってきました。それはどうやら6月以降なんですね。そういったこともありました。PC 教室の利用についても、検討会議の設置を、提案しましたが、課題の抽出は、できましたでしょうか。今後の運用についていかがでしょうか。学校教育部長。PC 教室の利用につきましても、サーバー等の再検討会議とともにですね、学校の情報化に関する学校教育の情報化推進会議という名称で設置をいたしまして、現在も協議を進めているところでございます。
課題といたしましては、PC 教室、それから普通教室での活用、それぞれの特徴を生かした活用をさらに推進していくこと、これも継続して研究していくこととしております。二つ目といたしまして、教育現場のニーズを的確に把握する中で、その機会を増やしていく必要があるということが、まあ、課題として挙げられております。現在までの取り組みでございますけれども、まあ、学校への支援ということで、デジタル教材を用いた指導方法、これについて、まあ、分かりやすい授業を行うための ICT 活用を取り上げた出前講座をそれぞれの学校で実施をしております。また夏休みにおきましては教職員の研修の一環ですけれども ICT 活用研修講座、これ例年希望制だったわけなんですけれども、これにすべての学校から担当者が出てきて、教員の活用能力の向上という内容の研修を行いました。それから今年度 PC 教室の更新を、パソコンの更新をした学校につきましては、その学校すべての学校で研修を行っております。今後の運用でございますけれども、例えばインターネットによる調べ学習、あるいはデジタル教材を生かしたドリル学習など、個別の学習ですとか、まあ、一斉学習を進めていく中でですね、まあ、一つは普通教室においての、教材の工夫、それからグループ学習、そういうものも視野に入れながら、子どもたちのレポートの発表なども考えながら、共同学習など多様な実践を進めていきたいというふうに考えております。以上でございます。高田